どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレッドです。今回はトラストを短期間で極めるための成長方法となります。思い切ったタイトルにしましたが、僕自身のバンカラマッチにかけた時間はライブ配信だけなので54時間ぐらいです。配信以外もサムランぐらいしかしてないので、弓を触る時間は極端に少ない方だと思います。もちろん前作をプレイ済みなどもありますが、単射程から持ち替えたこともあり未熟な方だと思います。その点を踏まえて武器チェーンをしたにもかかわらず、短時間でトラストでも腕前が上がった要因をまとめたいと思います。前作プレイ済みというのも考慮しますが、これからトラストを使う人の参考になってもらえると嬉しいです。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。最初に一番成長できた要因は2発で倒す意識を持ったことです。一角と射程があるのでこれを決めたい心理が働きますが、ミスったら元も子もないので2発を最初から意識してました。最初はどうしても当てれないのでリスク管理が大事だと思うんですよね。2発で倒すことを意識すると、近づいてくることを想定しているので射程を生かして牽制することが多くなります。一角を狙いすぎるとエイムを粘りすぎて時間がかかるんですよね。外したらデスする可能性も上がります。特に使いたてや一角の精度が良くないのであれば、近づけさせないだけでもかなり変わってくると思います。またこれを意識していると、仮に近づいたとしても接近戦で勝てる可能性が上がります。爆発矢は足元に打つだけでも広範囲に攻撃ができますし、削れている相手であれば爆風で倒すことも可能です。このように2発で倒すことを想定していると、相手が遠くても近くても対処が可能になります。近づかれたら相打ちになる可能性もありますが、最初のうちは十分な性格だと思います。またこの2発で倒すことを意識していると、相手の動きを読みながら攻撃するので自然と読む力がつきます。一角狙いだとエイムを合わせることになりますが、2発だと読みが重要になります。最終的には一角取るにも必要な能力になりますので、練習になって一石二鳥な意識となります。続いては死んでもいいから前に出るです。語弊がありそうですが、後ろに下がりすぎないための意識になります。長射程の魅力は一方的な攻撃ができることです。この一方的な攻撃は有利になればなるほど前に出て押さえつけることによって力を発揮していきます。逆に押さえつけられると射程はほとんど活かせません。最初のうちはエイムに不安もあるので前に出づらいと思いますが、チャンスと思ったら思い切って前に出た方がいいです。ただし注意もあります。死んでもいいから前に出るというのはチャンスの時に前に出るということです。前に出るためなら死んでもいいよってことではありません。人によってはポジションを取るために足場を整っていない場所に突っ込んでいくことがあります。これではただの戦犯です。死んでもいいから前に出るというのはデスするリスクを負ってでもチャンスなら前に出るということです。デスしないことを意識しすぎてチャンスでも後ろにいるのは味方負担がすごいので避けたいところです。仮にキルが取れてなくても敵に圧をかけれているのでとても重要なことですね。むしろそういったポジションをキープできる力は後々欲しい能力になります。続いては引き際を決めるです。先ほどは前に出る話でしたが、引き際も大事です。攻撃に集中していると敵に囲まれている状況は判断しづらいところがあります。こうなるとスペが溜まっていても抱え落ちしてしまう可能性があります。またワイプアウトを取られる可能性もあります。この状況になると上手い相手なら自陣ポジションまで攻めてくるので動きづらくなります。これを防ぎたいこともあるので引き際を決めておくのは重要だと考えます。では引き際をどう決めるのかというと、味方のデスした人数を決めています。前線で1人落ちた場合はカバーで人数を合わせることができるので応戦します。2人落ちた場合は人数を返すのが厳しいので一旦下がって味方の復帰を待ちながら敵の邪魔をします。チャージャーのように綺麗な一角が狙えるならいいですが、トラストはかなり厳しいので下がるタイミングはシビアにする必要があります。そのラインとして前線にいる味方が2枚以上落ちた時に下がる意識を持つだけでもいいかと思います。無事下がれればメガホンで時間稼ぎができますし、ロックオンできれば相手の場所を味方に伝えれるのでチャンスを潰せます。
それだけ引き際は肝心なことだと思います。ここまで自分が試した成長方法を話しましたが、本当に短期間で成長をするのであれば反省をすることが大事です。もちろん紹介した方法を意識してもらうのが大事ですが、僕と同じ AM 制度や考えを皆さんが持っているわけではないですよね。そうなると一番効率的なのは反省になってきます。どのタイミングで前に出るべきだったのか、本当にポジションが悪かったのか、 AM の向上が必要なのか、これに関しては人によって反省の仕方が大きく変わります。正直反省をする人としない人では成長の差が大きくなります。反省ができなければ今回紹介したこともあまり成長にはつなげれません。あくまで一つの知識なんですよね。実践と知識は合わせてこそ効果を発揮します。そのきっかけが反省になりますので、ぜひ試してみてください。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストを短期間で極めるための成長方法はいかがでしたでしょうか。トラスト視点での成長方法をまとめましたが、最後の反省などはどの武器でも当てはまることかと思います。気をつけるべき知識はたくさん落ちていますし、当てはまることも多いかと思います。ですが最後は全ての行動が重要になりますので、そのきっかけになれば嬉しいなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。